お疲れ様です。フリービットコインのコーナーです。無料でビットコインがもらえるというね、毎日もらえるし、1時間に1回もらえるしっていうところですね。ただし、この今ご覧いただいているスロットを押さないといけないんですよね。1時間に1回こちらのスロットを押していただいて、このナンバーによって賞金が決まるという形になってます。最高報酬がこちらですね。で、今回ね、なんとね、9989ということなんで、9989とか、ここが当たりましたね。ここ。いやー、珍しい。一回、初めてですよ、これは。で、まあでも0.0が5つあって306BTC ですから、ほんとわずかですけどもね。でもおかげさまで、3月11日からね、スタートして1ヶ月をちょっと超えたあたりなんですけども、839円ぐらいになりましたよ。ね。悪くないでしょ、これ。私思うんですけども、これ効率悪いじゃんっていう人いると思うんですよ。でも、最も効率が悪いのは何もやらないことなんですよね。で、それに比べたら、このフリービットコインでコツコツお金を稼いでいくこと、ビットコインをもらうことって効率いいと思うんですよ。しかもやればやるほど、どういった形でもっとね、ビットコインのもらえる速度を増やしていくかってことが分かってきますし、そしてそのためのリスクも分かりますしね。で、あとこうやって動画コンテンツも作っていけるでしょ。で、これによって、私と同じようにフリービットコインを始めた方もいるわけですから、豊かさをね、広げていくことになるのは間違いないと思うんですよ。で、さらにビットコインを手に入れる人が増えれば増えるほど、ビットコインの価格っていうのは上昇圧力になりますから。ね、だから、得でしょ？で、今、ビットコインが結構暴落してるところなんですよ。コインマーケットキャップ見ていただいても、多分ね、時価総額が379兆円ぐらいに減ったんじゃないですか。一時期430兆円ぐらいだったんで、60兆円も減ったわけですよ。全銘柄超下落してるはずなんですよね。ビットコインもそうですけども。で、そういう時にうろたえるぐらいなら、こうやってコンスタントにもらうことをやっといた方がいいのかなと思います。ということで、動画概要欄からこのフリービットコイン参加できますので、簡単にアカウントも作れます。その際、ユーザー ID っていうのがありますけども、こちらの方をね、使っていただくとなんかいいことがあるらしいです。詳しくは知りませんけどもね。はい。じゃあ、今回もフリービットコインで稼いじゃったぞシリーズでございました。大当たり、ありがとうございます。